っていきまーす。意外とうまそうでしょ。さて、やりますかね。なんかさ、そんな出会いが、そんな出会いが、あかりー、あかりー、どこにいるんだ、あかりー、あかりー、会いたかったんだよ、俺。会うのがラストだと思ってなかったよ。はい、はじめまして。第2回から始めましたもんね、ラスト。はい、わかんなかったら、あかりんだったら俺何でも教えるから。本当ですか？何でも教えるよ。お洋服欲しいんですよ、スタミさん。お洋服欲しい？いいよいいよ、お洋服作ろうよ、俺とあかりん。あかりん、俺とお洋服作ろう。いいんですか？作ろう作ろう。はい、ちょ、これこの格好じゃ恥ずかしくて。そうだよね、女の子がそんな格好じゃ恥ずかしい決まってるよ。行こう行こう。はい、スタさんの声しない？もっと、ちゃんとお洋服着て会いたかったです。お洋服着て会いたかった俺は裸で会いたかったよ、あかりん。ちゃんと、どういうことですか？え、どういうこと？いや、裸みたいなもんですよ、今。あ、そう。だいぶ、布面積が。あ、そうなんだ。一回初心者エリアで家とか作ってみようか、あかりん。はい。行こう！まず、洋服作りから。こっちで、おうち、スタンミさんは上級者ですか？俺は上級者に決まっとるじゃん。何でも聞いてくれよ。頼むぜ。さすがだ。さすがなんだな。背中がでっけー。背中がでっかいです。もっと言えもっと言えよ。あかりもっと言えよ。まさかのラストで出会うんだな。はい、バロじゃなくて。バロじゃなくて、このマザーさんがね、あかりんに会わせてあげるよって、はい、俺は会いたい会いたいって言ってんだよ、マザーさんに、はい、オフラインで会うたびに、はい、なんだかんだあの人行動に移さないからさ。はい、お疲れ様です。山本さんもいるな。代表。お、スターさんじゃ。スターさん。シーズン2来たで。シーズン2。シーズン2。シーズン2。じゃあレオンさん、うん、ちょっと今デート中なんで黙ってもらえますか。うん、え、もうレイドしてんの？違うよ。で、レイドじゃない。デートね、デート。デート。あ、デート。そうだよ。ちょっと次は僕も呼んでくださいね。呼ばねえよ。次は、おー！血の契約交わしたの忘れてるだろうな。バイバイ。あのね、道端に落ちてるさ、草があるんだよ。はい。それで布ってのが拾えるから、こういう森とか歩いてるとあるからさ。はい。何でも知ってますね。何でも知ってるんだよ、俺は。当たり前だろ。まあ、頼りがいあるな。なんかさ、誰かと一緒にやるとかあんの？なんか予定とかあんの？予定何もないです。あ、そうなんだ。始めました。友達あかりいないもんね。あれ、はい。はい。スタッフさん、お友達いっぱいいるんですか？俺は友達ラストそれこそいっぱいいるよ。おお。ラストやってるとそれこそ友達たくさんできるよ。はい。あかり。これもデート、デート。友達ですか？あのさ、あの友達。世の中デートとかしだしたらラストってみんなね、デートするゲームじゃねえからな。みんな言っとく、さっきのはな。ちょっとうるさいんだよ、あいつは。ちょっと知識ついたらデートとかって言ってね。まあまあ、ええけど、ええけどな。ええけどな。じゃあ、あいつはあの人うるさいから、基本的にほっといていいです。あ、あかりん、これね。あ、わかりました。そう、これを取ると、布が手に入る。布取ってみて。はい、あった！どうやって取るんですか？いいで、取れる。で、これも取れ。これ、形覚えてて。形、形。これ、他の草とちょっと形違うでしょ。あ、はい。これ、めっちゃ使うから、布が取れるんだよ。それゲットすると。はい。作って、ああスタッミさん。あ、俺にも作ってくれたの？あがり、めちゃめちゃ可愛いよ。あがり、めちゃめちゃ可愛いよ。すごい似合ってるよ、あがり。あかりん、ちょっと一回くるって、ま、くるんって回ってみて、あかりん。どうですか？あかりん、かわいいよ、あかりん！たまんねえよ。ありがとうございます。
ペアルックなんか、そっか。いいですね。ほんと似合ってる？で、アカリン。俺ね、このゲームで、アカリンに付きっきりになるのって優しさじゃないと思うんだよね。それって何も成長させない、アカリンを。はい。一度アカリンとはさよならする。はい。スタッフさん！アカリン。こんなところで僕を捨てないでくださいよ。どっちから来たかももうわかんないんですよ、僕。よしよしして育つ子供なんて大したことないから。蹴落とすんだよ、俺は。帰る方向もわからないのに。あとじゃあもう一つだけ教えるわ、アカリン。アカリンの家作って終わろっか、一回。はい。木をね、石で殴ると、木が取れるんだよ。はい、ちょっと殴ってみて。バッテンを。はい。どうやって殴るんですか？左クリックで殴れるよ。なんか、殴ってくれないんですけど。なんでだ、積んでるよ、じゃあ、アカリンのラストは。終わりだよ。その動作ができないラストは終わりなんだよ。効かないんですよ。なんでどんだけキーバインドしてるんだよ。なんで FPS プレイで左クリック効かないやついんのかよ。これでできたかもしれないです。 OK 殴れ。それや、あ、できました。それや、アカリン。それや、それで。おりゃ殴れ、もっと。ほら、おりゃおりゃ、殴れ、おりゃ。こういうのも拾えるから、アカリン。俺オブジェクトのように見えて実は拾える。いいで拾っていいよ。これ殴んなくても大丈夫。これはもう素で拾えちゃう。これも何でも知ってますね。そうだよ、あかりんに教えるために俺は頑張ったんだよ。しょうもないやつらとラストして、しょうもないしょうもないやつらとしかラストできなかった。第一回は。あ、その調子、うまいね。やるね。はい。あかりん、俺さ、あかりんの配信でさ、はい、シュシュシュをさ、ポイントでやったのにさ、俺あかりんバロラントにしてやってくんなかったの。え、交換してくれたんですか？そうだよ。だから今ちょっとシュシュシュその分俺にやって特別に。え、あ、そっちですね。そっちそっち。ありがとう、あかりん。気づけなくてごめんなさい。いや、全然全然。さつみさんも FPS するとき、カッカクシュッシュ使ってください。カッカクシュッシュ。カッカクシュッシュは何？あの、フリーエムの音？あれは。あ、そんな感じですもんね。なるほど、なるほど。あれはカッカクシュッシュ。はいはいはい。あれ、擬音なんだ、フリーエムするときの。家を作ったら、なんとなくモチベーションになると思うから、そこに資材溜め込んでさ。そう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 、自分の城を建てよう。ちょっとあそこに敵の家があるから、ちょっと遠ざかって、はい、敵の家には近づかない方がいいんですか？まああんまりお隣さん多いとはよくな、よくはないかな。なるほど。じゃあスタミさんのお家も孤立してるんですか？俺も孤立させたいね。マカリンと二人で住んでもいいけど。まあ、作るか、一旦。はい。青い紙持ってたよね。はい、青い紙。青い紙？さっき持ってたよ。じゃあ、取りにいこうや。これですか？リンゴや、それ。青い、ね、名前が、はい。これですか？どれ？これもリンゴだ。それリンゴだ。リンゴしか出てこんな、お前。はい、おい、なんでそんなリンゴ出てくんだよ。あ、それよ、それよ。おお！今日からここはアカリンの家や。魔法使い？で、そのさっきのさ、青いやつ、アカリンも持ってみて。はい、青いやつ。ここ。うん。ここ。そう、で、アカリン、基本的に多分最初の面積はもうこれで足りると思う。はい。で、壁を張ります。そうや！アカリンでもう何も言わなくてもできるな。ドアウェイですね。そうだ、それや。右クリックしてみて、長押ししてみて。じゃあできました。アカリン完璧だよ。で、そう、これで今誰でも入れる状態だから、もうアカリン家にするために、はい、そこにさっき作ったキーロックをベッ、はい、
クラフトのアイテムかな、アイテム。あ、で、ペット置く。そう、ペット置く。で、ここがアカリンの寝床になるから。はい。あ、はい。あ、ちょっと寂しい寝袋ですね。オッケー。結構ボロボロ。で、これアカリン。アカリン、俺、そうよ、そうなんだよ。はい。俺のベッドだから。あ、これスターさんのベッド？うん。わかりました。意味はわかるね。言わなくても。意味？うん。あ、はい。で、これが、もうアカリンの家になりましたっていう証拠。はい、これでもうアカリン家は完成です。アカリン、さよならの時がやってきました。はい。アカリンはもう家ができたよ。自分の帰る場所ができたんだ。このゲームな、はい、人にすがってばっかじゃ何も起こらないから、まずは自分で生きる術を学んで、はい、まだ何日後かに会おう。はい、その時アカリンが成長してることを、俺は楽しみしてるよ。またね、アカリン。またこの家来るから。うん？これ。え？これ最終日まで着るね。じゃあまたね、あかりん。ちょっとサミさん、ありがとうございました。気をつけるんだよ、このゲーム。悪い男たくさんいるからな。サミさんも。悪い男たくさんいるから騙されんだよ。はい、またね、あかりん。強く生きろよ。気をつけて、サミさん。じゃあなー、ちょろすぎだろ、あの女。よし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 。いいぞ。新規を取り入れていくっていうところで、まあ、最初優しくするってのは大切だからな。まあ、夜あるんだ、このゲーム、今回。